ジョシュ・アーラン、ジョシュ・ラットリッチは、アメリカ合衆国アラバマ州カルマン軍カルマン出身、のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB サンフランシスコジャイアンツ参加所属。メディアによっては、ラトリッチなどと表記されることもある。2010年の MLB ドラフト30目で、コロラドロキーズから指名され、6月25日に契約。契約後、 参加の A-9 トリシティダストデビルズでプロデビュー。11試合に出場して打率、128.4打点、1盗塁の成績を残した。2011年は A 級モデストナッツでプレーし、113試合に出場して打率、348.9本塁が71打点、16盗塁の成績を残した。2012年は、 AQ タルサドリラーズで開幕を迎え、87試合に出場。打率306.13本塁が35打点14盗塁と活躍し、7月13日にトッド・ヘルトンが故障者リスト入りしたため、ロッキーズとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のフィラデルフィア・フィリーズ戦で8番遊撃手として先発起用されメジャーデビュー。 二打数に安打2打点一死球だった。7月29日から8月2日にかけて、4試合連続本塁打を記録した。守備位置は遊撃手だが、トロイ・トロイツキーの復帰後は二塁手へ回った。この年メジャーでは73試合に出場して打率、274.8本塁打、37打点、7盗塁の成績を残した。 2013年3月5日にロッキーズと1年契約に合意し、開幕ロースター入りを果たした。開幕後は、正に類種として起用されていたが、43試合で打率24。242と結果を残せず、5月22日にトリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスへ降格。6月14日にトゥローイツキーが故障者リスト入りしたため再昇格した。昇格後は、 遊撃手として先発起用されていたが7月22日にトリプル A 級コロラドスプリングスへ降格。登録枠が拡大された9月1日に再昇格した。この年は88試合に出場して打率。294.7本類が19打点12盗塁の成績を残した。2014年3月9日にロッキーズと1年契約に合意。 3月26日に、トリプル A 級コロラドスプリングスへ移動し、開幕を迎えたが、直後の4月9日にメジャーへ昇格。昇格後は主に代打と守備固めとして出場していたが、5月2日に、ウイルス感染で15日間の故障者リスト入りした。5月13日に故障者リストから復帰したが、同日に、トリプル A 級コロラドスプリングスへ降格。5月24日に、 ノーラン・アレなどが故障者リスト入りしたため再昇格した。昇格後は、トゥローイツキーの故障もあり、遊撃手として出場。この年は105試合に出場して打率、269.4本塁が33打点に盗塁の成績を残した。2014年12月11日にハイロディアスとのトレードでロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムへ移籍した。2015年、 エンゼルスでの出場機会はなく、開幕から参加のトリプル A 級ソルトレイクビーズでプレーした。2015年7月27日にシェーン・ビクトリーノとのトレードでボストン・レッドソックスへ移籍した。レッドソックスではメジャーで試合に出場したが、自己最小の39試合出場に止まった。だが、打率284は自己ベストの成績であり、1本類だ。 10打点をマークした。守備では30試合で2塁を守り、3失策、守備率、996DRS は0という成績だった。また、他には3類1種も5試合守った。11月20日に、リーフとなり、11月30日に40人枠を、外れて、トリプル A 級、ポータケットレッドソックスに降格した。2016年は、招待選手として、 スプリングトレーニングに参加することになった。開幕後の4月13日にパブロ・サンドバルの故障者リスト入りによりメジャー契約を結んで昇格した。6月17日に左膝室外敬遠のため15日間の故障者リスト、7月14日に60日間の故障者リストに入りシーズンを終えた。この年はさらに出番が減少し、28試合の出場で打率。 265.3打点に盗塁という成績に止まった。守備は3塁がメインで17試合で2失策、守備率 917DRS1 を記録。他に2塁で5試合、遊撃で1試合守った。11月3日に40人枠から外れてトリプル A 級ポータケットに降格し、4日に FA となった。11月23日に コロラドロッキーズとマイナー契約を結んだが、12月8日のルール5ドラフトで14番目にレッドソックスから指名され、ウェーバー工事を経てレッドソックスに復帰した。2017年は37試合に出場して打率、224.7打点、1投類の成績を残した。11月2日に40人枠を外れて、トリプル A 級ポータケットに降格した。 2017年12月21日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結ぶと報じられ2018年1月25日に正式に契約を結んだ。ありがとうございます。